ェコムンドに潜入したイチゴ、ウリュウ、サドの3人は後を追ってきた朽木ルキア、アバライレンジと合流し、アランカルの少女ネルの案内でラスノーチェスに到着した。壁を破ってラスノーチェス内部へ突入した一行、その前には5つに分かれた道が続いていた。再会を誓い合い、彼らは別々の道を進む。だがその行く手には特に強力な10人のアランカル、エスパーダが待ち受けていた。行くぞ。この冷圧の重さはさすがアランカルの本拠地ということか。だがどれだけ敵がいようと関係ない。今の僕の力を見せつけるだけだ。終わりだ、終わりだ、ハイゼン、終わりだ、レヒトレーゲン、受けてみろ、終わりだ、クインシーが来たと。真にお前が恐れるべきは死神じゃない、クインシーだとな。ボルコール、受けてみろ、終わりだ、そこだ、ハイゼン、終わりだ、リヒトレーゲン、ボルコール、終わりだ、終わりだ、終わりだ、リヒトレーゲン、リヒトレーゲン、終わりだ。ウェコムンドは待機中の霊視濃度が濃い。コツさえつかめば僕はここでの戦いの方がリンスやソウルソサイティより力を発揮できそうだ。受けてみろ、リヒトレーゲン、リヒトレーゲン、そこさ、終わりだ、そこさ、受けてみろ、
随分な数だな。個々の力がどの程度かはわからないが、次から次へとこいつらキリがねえぜ。どうした、随分なやられようじゃないか、アバライレンジ。さあアランカルども、ここからは僕が相手だ。ハイゼン、はいはい、よいしょ、はいはい、ハイゼン、まだやれんだ、てめえな。当然さ、誰にも言ってるんだ。信用してやるぜ、下手打つんじゃねえぞ。見ててみろ、見ててみろ、ボルコール、グリッポール、終わりだ。受けてみろ、終わりだ。ボルコール、リヒトレーゲン、クリッツ、受けてみろ、受けてみろ、終わりだ。ボルコール、もう少しだぜ、とっとと片付けちまえよ。わかってるさ、君に言われなくてもね。クリッツ、行くぞ、そこだ、自然せろ、自然せろ、終わりだ、そこだ、ボルコール、クリッツ、終わりだ、僕を本気にさせたようだね。世界には君の知らないものもある。スプレンガー、終わりだ、終わりだ、当然の結果だ。